さあこの映画トンビは家族の絆物語を描いていくということで、本日特別にキャストの皆さん家族のエピソードを披露していただこうということで、いろいろ写真を持ってきていただきました。これは父親とスキューバーダイビングをやってる写真なんですけど、いやうちの父親も銀幕デビューできたということですごく喜んでると思います。どんなお父さんでしょう。いつもニコニコしていて全部趣味が一緒ですね。あのゴルフやったりハイキングやったりスキューバダイビングも60歳になってから始めたんですけど、それも私が趣味で始めてて、それで一緒に撮りに行きたいって言って撮りに行った写真なんですね。めちゃくちゃアクティブな。そうですね、なんかもう生きてるうちにやれるだけのことはやろうっていうふうに多分思ってるのがすごく活発でいらっしゃいますね。